してない。ネクタイ結べないんだよね。本当はさ、ここにあったけど、ネクタイ結べないから。なし。こんばんは。うん、意外と早く帰ってこれた。こんばんは。本当は普通に私服でやって、今度別の日にこれもう一回着ようかなと思ってたんだけど、だるま、ありがとう、こんばんは、ありがとうございました。初ツーショットでした。初通所、え、すごい、見て、めっちゃ光ってる、キュイーン、キュイーン、めっちゃリアルだよね、これ。めっちゃリアルです。めっちゃ眠いんですよね。めっちゃ眠くて、もう帰りのもう車両でもめっちゃもうずっとこんな感じだったから、目赤い。ん？しないよ。しないよ。なんか今日合格キスの子多かったね。私も今日にすればよかったかなって思ったけど。思っちゃったくらい。なんか人が、人がね、合格キスの人が多かった。え、そうそうそう、配信のためにね。そうです。ちなみにココハちゃんとみやびちゃんのアクセサリー、サラがつけましたっていう謎の報告でしとくね。謎報告しとくね。こんな私でもちょっと同期に貢献したよっていう報告ね。危ない危ない。こんばんは。かゆい。
これはちゃんと外せるよ。警察好き。刑事ドラマいっぱい見る。ね、両方つけてたらね、ね。みたいになった。今イプスみたいだったね。見てる人いますか。イプス見てる人いますか。イプスになった時のやつみたいじゃない。みんな見てください。面白いよ。今日の朝に4話見た。4話目、昨日だったのかな。めっちゃ面白いよ。ゴールいけないです、これ。ゴールいけないやつ。めっちゃ面白いよ。奥さんが好きなの。めっちゃ面白いもん。奥さんと気が合いそう。え、本当にね、今日ね、寝坊したかと思ったんだよね。結構びっくりした。なんか今日花火やってたよね、愛知スカイエキスポのとこで。私ココアちゃんと一緒に見てました、花火。ですごいこと知った。花火見ながら青春だねって言ってたら、なんかマネージャーさんに花火は丸いってことを教えてもらってびっくりしました。花火は平面だと思ってました。花火は球体なんだね。びっくりしました。びっくりしました。こんばんは。
一緒に花火見るとか仲良しじゃない、仲良しじゃないよ、なになになに、仲良しじゃないよ、仲良しじゃないよ。平面だと思った。確かにニコちゃんマークのやつは平面じゃないね。ニコちゃんとかあるから平面だと思ってたもん。ビジネスだよお母ちゃんとビジネスだよ。こんばんは。仲良くないよ、仲良くない。たまたま焼肉が食べたいタイミングがかぶっちゃうだけであってたまたま2回ともかぶっちゃっただけ。そう、今日日本でもオーロラ見れる可能性。え、何それ、そんなものあるの。ほら、ありがとう。日本でオーロラ見れるの。え、夜ですか。でも深夜だよね、オーロラって。やば、それ見なきゃじゃん。あ、大丈夫、あのお互い言ってるんで大丈夫です。はい、お互い言ってます、お互い言ってるので。こんばんは。オーロラって太陽が爆発したら見れるんだ。へえ、すごい。そうなんだ。じゃあ今から北海道行くしかないな。明日の通車までに戻ってくればいいよね。価値あるって、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、ありがとう。結婚しないけどこんばんは、だるま、ありがとう。電波障害があるの、どういうこと。電波障害、オーロラ見えると電波障害あるの、どうしようね。そうなんだ。あ、ニンチチありがとう。電磁波、電気嵐、電気なんだあれって。へえ、知らなかった。夜ご飯食べたよ、6部の間に。
5部と7部だから6部で食べれる。あ、違う、うん、違う、終わってから食べたんだ。コカちゃんと食べた。あ、たまたま時間が一緒だったからね。コカちゃんとたまたま時間が一緒だったから一緒に食べたけど、無事、ありがとう。アインシュタイン？アインシュタイン？ほら、ありがとう。ねえ、今日ね、ショールームで一目惚れしましたって言われてね、嬉しかった。うん。嬉しかった。一目惚れされちゃった。やかましいってね。やかましいよね、こんなね。一目惚れされちゃったとか言うとね、やかましい。本当？ショールーム本当？こんばんは。一昨日 S 公演ね、サタン初めて見て何かが始まりそう。もうね、何かが始まりそうって思った頃にはもう始まってるんだよね。こんばんは。みんないらっしゃいしてあげて。うん、眠くてね、なんか眠くて目赤いんだよね。待ってます。私名言言っちゃう癖ある。いや、でも勝手に出てるっていうか、今日7部で7部でハーフツインしようと思って用意したんだけど、なんかさ、うまく結べなくてさ、気づいたら3分前みたいになっててさ、できなかったんですよ。ハーフツインしようと思った。ココちゃんにゴムまでもらってさ、もう結ぶぞってやったら、もう時間がその頃にはもうやばかった。明日は衣装だから髪型変えられ、そうなの？髪型変えられないの？衣装だと。あ、どうもありがとうございます。かわいい、ありがとう。
ハーフツインはね短くてもできるんだよ。ボブでもハーフツインでボブだからこそハーフツインが可愛いんですよ皆さん皆さんハーフツインはだってここをチュッて結ぶだけだからもうショートカットでもできるよ。可愛いよねボブのハーフ。ボブはハーフツインが一番可愛いんだよ正直。テルマありがとう。今日エナさんとね話した。今日はエナさんとラブリンさんとミクルさんとオシリンさんともお話できた。嬉しいでしょー。本当にこれで初めて水色日本ありがとう嬉しい。初見さん2連続ありがとうございます。さやさんがブルーロックサータンと見に行きたいのにって言って、私も見に行ってないから一緒に行ってくださいよ一緒に行ってくださいよ。ブルーロックはちぎりくんといとしりんくんです。ね、多分出てこないよねあんま。じゃあ何日空いてますって連絡しようこれ終わったら。こんばんは。アイドル活動もブルーロック的だったら残酷過酷よね。でもめっちゃ面白そうじゃないそれ。めっちゃ面白そうだと思いません？どうですか？なんかそういうのめっちゃ好き。そういうのめっちゃ好き。エゴイストになっちゃうよね。いいな、ちょっと楽しそうそれ。ブルーロックアイドルバージョンどうする？才能の原石たちよみたいな。最初何するかな。
ダンス審査。ダンス審査。めっちゃ楽しそう。負けそうだけど。負けそうだけど。全ての分野において負けそうだけど。どうもありがとう。意外とね、みんなねネクタイ結べる子多い。なんかなんでだろうね、ネクタイ結べる子多い。でもココちゃんに結んでもらった。よかった、ココちゃんが結べる子で。誰も結んでもらえなかったらどうしようと思ってた。ネクタイ結べないと生き残れないの？厳しい世界だ。やりそうじゃない？なんやかんやでネクタイ結べるのはすごいよ。ねえ、今日ココアちゃんがさ、今日ココアちゃんがさ、このさ、指輪のグミさ、ずっとここにさ、はめてたんだけど、帰り。めっちゃ可愛くない？ずっとなんか、ここにさ、はめてさ、ずっとはめてんの。ほんとに。で、帰りにさ、そうそう食べようって言って食べてんの。びっくりでしょ？びっくりしちゃった。あつもありがとう。今更かもしれないけど5月26日の2部が、え、そうなの？そうなの？待って、5月26日の2部完売してるの？5月26日って秘密の日の2部？握手会？ほんと？ありがとう。待って、幕張初完売かもじゃない？幕張完売、え、めっちゃ嬉しい。ありがとう。凱旋だ、凱旋凱旋、ありがとうございます。え、嬉しい。やったー、幕張に嬉しい気持ちで行けるじゃん。ありがとう。配信始まったの？ありがとう。なんかさ、今日気づいたけど、なんか本当に最近なんか新しく来てくださる方も増えたし、なんかやっぱさ、コメントとかさしてないけど応援してくれてる人もいっぱいいてさ、嬉しかった。嬉しいです、ありがとうございます。で、握手会はね販売させたいね。まあ、なんかもう本当になんか私から会えない理論なんですよ。本当に私から会えない理論、前も言いましたけど、結構初期から言ってるけど、私から会えないから会いに来てもらうしかない理論。ほら、ありがとう。
25日は髪の毛縛るでしょ。26は秘密。あら、ありがとう。どうもありがとうございます。え、嬉しいな、幕張乾杯。ありがとうございます。まだまだ待ってます。ありがとう。おひもありがとう。こんばんは。今日行ってサーターにもっと会いたいって気持ちになる。よかった。でも本当に楽しかった。今日ツーショットって楽しいね。楽しくない？明日も楽しみ。こんばんは。なんかやっぱさ、なんていうの、完売してるじゃん今日明日。なんか本当になんか心から楽しめる心から楽しめる。なんか本当にいっぱい来てくれるんだって思うと本当に心から楽しめる。なんかやっぱ完売してないとさ、なんか来てくれるかなとかさ結構心配になるけどさ、本当に嬉しい。実物のサータの明るさから元気もらえる。マジありがとう、ありがとう。こんばんは。え、普通にさツーショットさ楽しかったくないですか？楽しかったよね楽しくなかったですか？めっちゃ楽しかった。だから次も楽しみになった。あ、ほんと？めっちゃ楽しかった。あ、こがちゃんがね今日サラのメガネ使ってたよ。仕方ないから貸してあげた仕方ないから。こんばんは。そう、女の子は鏡見るたびに綺麗になるって聞いたわ。でも目が人が仲良くないよ仲良くないよ、仲良くないよ、全然仲良くないよ5回くらいしかつけてないって配信で。そうそうなんだよね。そうなんですよ、 4,5 回って言ってた。まあ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 落ち着いていきましょう。はいはいはい。
ロマンスってのはなかなか出会いは探すものじゃなく、そうそうそう、リクエスト制だったっぽくて、そうだって偶然いくつか重なって目の前にいるよ、どこかで誰かが待っているよ、こんばんは。たまたまマックとか一緒に食べたり、たまたま焼肉に行ったり、たまたま公演終わり同じ部屋で配信してたりするだけでたまたま自主練一緒に行ってたりとか、そういうことですね。ゆめありがとう。たまたまですで、だったらもう、本当に伸びたと思いません？ここ伸び伸びた。同期の中でコカちゃんと一緒にいる時間が一番長そう。あ、でもまあそれはそうかも。うん、もうだって初期の頃からずっと一緒に練習してたし、いい仲間だよね。で、2人は気が合うの？合わない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 よね。眉毛見るの忘れてたね、今日さ。一応なんか笑ったら眉毛見えてたらしいよ、コカちゃんに言われた。あ、たまたまね、たまたまコカちゃんに言われた。なんかほら危ないでしょ、ふふふ、今危ない危ないんだよね、危ないんですよ。そうそう、胸の奥のアンテナ、チャチャチャララララ、そう簡単には見つからないかも、身構えちゃったら逃げてく。いやでもね、もうね、明日にはもう、でもさ、結構ちょうどいいと思うんだけど、結構ちょうどいい感じだと。こんばんは。ね、本当にイップス面白いから見てください。皆さん見てない方いたら、イップス面白いよ、見なさい見なさい見なさいって感じです。見なさい。目赤い目赤い、眠いからね。え、その面白いよね、本当に面白いよ。あ、いいや、いいや、こちらこそありがとうございますこちらこそありがとうございます。イップスってどういうお話か、サータンから面白おかしく、面白おかしくって、おー、面白おかしくって、そのなんか、そのハードル上げるね、ハードル上げるね。あ、ありがとうございますありがとうございます。だからイップスは、だからなんかミステリー作家
ミステリー作家の女性がと元検挙率ナンバーワンの刑事がいるんですよ。いて、どっちもイップスなんですよ。どっちもイップスなの。なんか得意だったことが急にできなくなるみたいな現象を患ってるのね。イップスなので、その二人が小説を書くために、作家の女性は小説を書くために殺人現場に一緒についてって、その事件を解決できなくなっちゃった刑事さんと二人で事件解決するんですよ。面白いの。見ないと分かんない、なんかこの面白さだから見てほしいです。ぜひ皆さん見てください。見てない方がいるのならば、いないと思いますけど見てください。いや、もうね、本当に面白いんだよね。もうなんかさ、ドラマってさ、なんかなんていうの、あんまリアタイしないんだけど、リアタイしちゃうレベルに見ちゃうドラマって本当にさ、好きじゃん。それドラマでは泣きません。こんばんは、あ、どうもありがとう。そう、本当に面白いんだよね。だから見てください。あのラーゲリー見ても泣かなかったです。私ラーゲリー見た方いますか？でも泣くまでいかなかった。でも周りの人がもうラーゲリー見て、あの一番最後の最後らへんのさ、あのお手紙かなんかのシーンらへんでさ、もうすごい周りからもグスングスン聞こえるわけで、もう私だけ泣いてなくてってなった思い出があります。こんばんは。ね、ほら結構さ、結構私の合ってたくない？解けなくなったミステリー作家と解けなくなったエリート刑事がバディを組んで事件を解決していくミステリーコメディの、めちゃめちゃさ、結構合ってたね、合ってたね。そうそうそう、ラーゲリー、ラーゲリー、もう本当になんかわかるんですけど涙が出てこないんですよ。どうもありがとうございます。うわ、めっちゃココアちゃんに話したいことある。やばいやば、終わったら言おう終わったら言おう。そうなんだ、めっちゃ話したいことある。やばい、めっちゃ話したいことある。仲良くないけどそんなことないけど、めっちゃ話したいことある。
お母ちゃん待っててね、それ話すことあるよ。こんばんは。どどどど、業務連絡ですか？全然関係ない話全然関係ない話。だるま、ありがとう。ドド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 。水色だからポリスやろうと思ったんだけど、意外とさ、みんな喜んでくれたから嬉しいです。鍵あります。鍵あります。ハツもありがとうございます。明日は合格キスのさ、合格キスの座りのツーショットです。これまた楽しみですね。座り、千葉県警ですかそうです。こんばんは。こんばんは。パイロットみたいって言われてポリスだよ。どうもありがとう。さだのココアちゃんへのツンデレ感、ミオさんのミキさんへのツンデレ感に似てる気がする。いや、そんなね、あのお二方めっちゃ仲いいじゃないですかそんな、でも捕まえてーか、捕まえてーかハートが一番多かったかもしれない。なんかダメっぽいよ。なんか髪型変えちゃいけないんだよねみたいな、さっき言ってた。確認します。ダメならやんないですね。結婚しないよ。お母ちゃんが話したいこと絶対覚えててねって言う。忘れないし顔忘れないし忘れないし、忘れない。君のこと絶対に忘れない。ね、校長先生の話を続きしていいですか？なんか一個面白いの思い出しちゃってさ。思い出しちゃってさ、なんかさ、校長先生がさ、たまにさ、教頭先生にさ、教頭先生にさ、振るのよ、話を。急にね、ね、教頭先生みたいな言うの。その時のさ、教頭先生のさ、こう、キョド具合がさ、めっちゃ面白くて、再現したいんだけどさ、うまくモノマネできない。悔しい悔しいの、めっちゃ悔しい。なんかうまく再現できないのが悔しいです。めっちゃ悔しい。なんか校長先生もさ、なんかちゃんと聞いてなかったのかわかんないけど、なんかなんて言えばいいか分かってないみたいな、もう挙取り方がね、面白いんだよね。っていうか
去年の今頃私そろそろ応募しようかってとこまで来てるわ。11日でしょ今日。ママに言ったぐらいかも。11日って5月11日は私が SKE 受けようか受けてみたいんだけどぐらいママに言った日。やばいね、言った日だ。まだ応募はまでは言ってない。どんな写真送ったんだろう。どんな写真送ったんだろう。え、めっちゃ気になる。どんな写真送ったんだろう。ママに受けようかなぐらい言った日。うん、で実際応募したのは締め切りの3日前ぐらいだったと思う。うん、初相談の日かな今日。すごいね。すごくない？エモエモじゃん。めっちゃ悩みました。受けるか、うん、めっちゃ悩んで、めっちゃ悩んだ。うん、うん、通おうとしてないよ。ね、本当にね。でもなんか今さ思うとさ、てかなんか一人暮らしってさすんごいいい経験だなって思う。一人暮らしっていいなって思う。めっちゃ良くない？めっちゃ自立じゃん。めっちゃいいなって思う。なんでかわかんないけど。こんばんは。高2でさ一人暮らしってなかなかないじゃん。もう今高3だけど。もうね本当にね、なんかいいよね。いいなって思う。娘に一人暮らししてほしいとか思うの？そういうあれなのか。ご両親もいるんですね。そうなんだ。ホームシックなりません。こんばんは。なんかすごいな。なんか人生って本当に何があるか分かんないよね。そういえば味道楽がどこ行っても売り切れなんですけど味道楽がどこ行っても売り切れ。
お、すごいすごいすごい。しません結婚ね、喝采だよ。何はないんだ、なんだろう。そう、味道楽ふりかけのどこ行ってもないんだよね。なんかみんなさ、ふりかけふりかけ、めっちゃびっくりしてるんだよね。ふりかけって言ってる。そう、味道楽さ、どこにもない。いちごミルクもどこにもない。もうダメだね、いちごミルクはもう諦めようと思います。味道楽本当にどこにもなくて、味道楽この間さ食べてさ感動したって言ったんですよ配信で。世の中はサータの敵なの。いやでもありえるんだよね。なんかさ、メントス好きって言った時もなくなったしさ、あの忍者飯のさ鋼みたいなやつもさなくなったしさ、味道楽もなくなったんだよね。いちごミルクもなくなった。全部なくなる。私が言うと知識過剰、これ知識過剰なのか。でも本当になくなっちゃって困った。あ、どうもありがとうございます。ね、そぼろ卵おにぎりもなくなった。うっそ、あるの？なんてこった。え、そうかも。なんか私中心に回ってきているのかもしれない。世界は粗弁当用のねじゃダメなんですよ。じゃダメなんだよね。しっかり大きいさ袋のやつがいいんだけどさ、ないんだよね。そう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 、もうだからね、困っちゃってる。つまりサータンが青年すれば何でも売れるのか。案件お待ちしております。エビセンのチーズ味が売り切れてたら困るから寸伝しないで、ね、え、食べたことないかも。でこれ食べて私がハマってハマりましたって言ったら売り切れます。多分何件探しても2件。いや、味道楽昔から食べてるの。すごー、子さんじゃん、子さんじゃんね。マックなくなったびっくり。でも本当にマック全然食べてないんだよね。ココアちゃん、またココアちゃん出てきた。またココアちゃんの話になっちゃう。そのさ、ココアちゃんとも話してたの、最近マック食べたくならないよねって。暑いからかなって。冬の方がマック食べたくなる説をしていきます。私はもう全然もう1ヶ月以上食べてない。1ヶ月ぐらい、あ、タツタ以来、タツタのあの時以来もう食べてない、食べてないんだよね。だからちょっとびっくり、びっくりです。なんなら焼肉のが食べに行ってくからね。こんばんは。え、そう、結構すごいよね。急になんか食べなくなったっていうかさ、何があったんだろうって自分でも不思議に思います。夏は何をよく食べるか、何食べてんのかな。
夏って、なんかさ、え、この現象について語りたいけどさ、あと5分ぐらいしかない。なんかさ、夏のさ、冬になるとさ、夏ってどんな感じだったっけってなりません？で、逆に夏になるとさ、冬ってどんな感じだったんだっけってなりません？なんか暑、めっちゃ暑いってなんだっけみたいになりません？ならないかな。なんかさ、冬の時期にさ、夏思い出せなくない？こんばんは、ほら、ありがとう。わかるって、え、そうなの。本当に冬に夏ってなんだっけ、夏ってなん、どんな感じだったっけみたいな、なるんだよね。そう、しんどさ忘れて早く逆に、そうなんだよね。だからさ、春夏秋冬、あ、春と、あ、違う、夏と冬どっちが好きって聞かれたらさ、冬の時は夏って答えるしさ、夏の時は冬って答えるんだよね。結局そういうのが人間なんだよね。そうなんだよね。団地を見ます。13位クマさん、12位サタン、11位なんだこりゃー、潜水艦。10位ドラゴン、9位サタン、8位サタン、7位恐竜、6位サタン、5位サタン、4位サタン、3位サタン、2位平成、1位サタン。ありがとうございます、ありがとうございます。え、だから本当になんか逆のさ、逆、あ、秋と春、それはね、秋かなーって春になると言うの。でも秋になるとなんかいいか、寒いから春かなーって言うの。だから人間っていうのはないものねだりな生き物なんですよ。そうなんですよ、人間というのは欲深い。欲深いんです。おやすみ。欲深いんです、とにかくそれだけ。あら、ありがとう、カーネーションだった。おやすみ。明日は合格キスです。恋はやめましょう。二人が合格しなきゃ。え、そういえばさ、ちょっと待って、言いたいことあった。昨日からさ、体感3分チャレンジやってる。3分ずっとじゃないけど、1曲分自分のパート分だけ体感やるっていうのにハマってる。楽しいよ。